三重島、古田のしだれ桜本堂、法教院東大修行位、西山交流寺は、愛媛県西条市丹原町古田にある、新言宗大御派の別家家本山。詳しくは、仏法山仏原院交流寺と称する。本尊は、千寿千願観世音菩薩。紅葉の名所で背後の山である、西山を伏して、西山交流寺と呼ばれている。 四国別格二十霊場第十番札所、四国三十六不動村、第二十二番札所、四国七福神、伊予道十貫の御霊場第二番札所。本尊神言、御馬皿たらま切り区五栄下、見物の方のお山の方の水流れも清く見揺るぎの橋、高輪三景の東の麓、もと、海抜百メートルから三百メートルに位置し、周囲の山々に溶け込んだ景色が美しい。 特に紅葉の名称として知られ、紅葉の西山交流寺として知られている。紅葉の見頃はその年の気候条件によって若干前後するが、例年11月下旬から12月初旬頃が見頃で、この時期には多くの紅葉狩り客や写真愛好家が愛媛県内をはじめとして各地から訪れる。創建の経緯は定かでない。事伝によれば、 皇玉天皇元年に空鉢商人によって創建されたといい、その後法恩大使、空海が入山し、官武天皇の直眼寺ともなったという。源の頼朝、河野氏、歴代の松山藩主、小松藩主をはじめとする地元の有力者の尊崇を得て、護辞されてきた。現在では、新言衆大御派の別格本山となっている。交流寺は、多数の国、県、 死死定文化財を有しているが、内展示可能なものや代表的なもの一部について、例年、周期特別展示が行われる。区比の一つ、日本歴史地名体系愛媛県の地名の交流時の項による。ありがとうございます。